てんのさ。駆逐。せっかくの実験だよ、なんでそうやって殺しちゃうんだよ。ここからが一番いいとこだったのに。まったく。エレンに逆らうのは親でも殺す。君の親はもう死んでんだろ。大体そう。それ言うな、姿か。そんなのは知らないけれど、結局君たちは僕が一生懸命調べてることをなんでそうやって分かってくれないのかな。巨人といえどもっとこう愛情を持っていろいろ試したくなるっていう衝動に駆られたりしないのかい。しない。まあ、その落ち着いてください。アルミ、君はどう思うんだよ。そうですね、まあでもミカサは昔からこうですし。なんだよ、アルミはミカサの味方なの。いや、僕は別にどっちの味方でもないというか、なんていうか、いや、ミカサ、それは巨人じゃない。え？巨人？巨人というのは、今から100年以上前、人類はある天敵の出現により絶滅の危機を迎えた。つまりそれは小さすぎるんだ。3メートル級。いや、1メートル70、いや、餃子。